さあ新年最初のお酒を紹介するコーナーですがはい今日はええつかさきく酒造のです半分飲んでしまったごめんなさいお正月お酒進みますしねゆうべもあの我慢できずに味見を先にしてしまいましたが私は初めてあの飲むことになるのでこのあれやな搾りたて自体が初めてもしかしてそうかもしれない ほら富士山わおめでたい <laughs> <laughs> 夢では見てないですけど, <laughs> どはいお次しますいいですね富士山を見ながら飲む日本酒わたまま私もいただいていいでしょうかもちろんでございますあごめんなさい手弱でいいよすいませんちょっと場所の都合で失礼します全然いいよではじゃ では本年もよろしくお願いします。いいます乾杯,乾杯、うん。あー、うーんフレッシュでね、もっと美味しい。うん。うん、甘い。そうですね。うん。柔らかい甘さと、うん、あのやっぱり新しいのでできたてなのであのー、ちょっとこう若い感じ。フルーティーな感じ。そうですね。 ありますねろ過もしてないし加熱火入れもしてないし水も加えてないので<ー>あの特別純米酒もう純米酒の絞りたて生っていうことですうもう出来たてですそうか。そうこれをだんだんこう寝かしてあの火、まあ、入れを一回だけして寝かして落ち着いてきたりあのちょっとねこう 深さが出てきたりってするんがこうずっとこ,うこの後出てくるシリーズになるんだけどこれはほんまにあのフレッシュで出来たてで若々しいここにこうみずみずしくて荒々しいって書いてるけれどもうんだからやっぱり年によってはきっとねある程度こうちょっとブレがあるんかいや揺れがあるんかもしれんけどでも今年のもめっちゃしいしいです。ごめんん昨日飲んだ時の一番一番杯目は あーって声が出たよ。<laughs> <laughs> 思わず声が出てしまうぐらいの。<laughs> そうそうやっぱりあいや生きてるものをいただいてるっていう感じがしてちょっとやっぱり一晩あの一晩置くと。 少し落ち着いた感じはするんだが。これなんか人間みたいな感じですね。うん、そうな今の状態はおそらく、まあ十代とか二十代の前半とか、それぐらいのね。あの年に例えられるかもしれません。そうね。少し置いたら、あのいわゆるこう円熟みが増して、落ち着きのあるベテランになってくるのか。な奥行きが出るというかね。そうですね。そうな立体感が出るんです。どちらもいいですね。そうでしょう。はい。そして。 今日本日のあてはですね、はい、n a o 特製のえ風呂吹き大根です。いいですね。これまた日本酒に合うでしょう。日本あの胃腸がさ、はい、疲れたやろ。あ、そうですね。いろいろとあのお正月ってごちそう食べますからね。そうそうあれでもなごちそうだけのせいじゃないんよ。あ、そうなんです。結局食べてる時間が長いんよ。<ー>ずっと食べようやろ。はいはい。 で運動せずにそうねもちろんそう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 やっぱ仕事が始まったりしたらある程度空腹の時間がね作れるから頑張って消化ができるようになるんやけど消化してないのにまた次の食べ物来たやないかいそうですねついつい食べちゃうんでねどうしてもこちら私の親友のまっちゃんが一生懸命そこの沖ノので取った海苔ですへえいいですねアルバイトしようやけど 青のりって青さのりとは別で<え>めっちゃ高級なんだよ。大事な。か一緒かと思ったら違うんじゃ。香りが全然違うよう。ではじゃあちょっと大根とともに召し上がれ。はい、いただきたいと思います。よいしょ。ではでは。うん？うん。<laughs> いしい。終わりすぎ。<laughs> 大根ちょっと大きく切っちゃったけど。<laughs> あのね、ねちょっと甘いかな、ね、あのお砂糖入れちゃったから。いや,いやいや、このほんのりとした甘みがまたいいですし、あと。 青のり、香り、すごく香ばしい。そうやろう。ん、い、あの磯の香りがファーってする。でしょいいですね。そうなんですよ。まあまあ、こういうシンプルな、あの食材を大事にしたお出汁系のものを。しばらく食べて、明日もほら、七草が。そうですね。ね、ちょっと胃腸を休めて。でも、うまい酒は飲むって。ですね。まあ、でも、お酒もほどほどにせなね。まあ、確か。にお酒も結構胃腸に影響があるから。確かに。まだいけるよ。 まだいける <laughs> でも確かに美味しいお酒です <laughs> お前な、はい